はい、速稼塾の久保です。今日はですね、12月13日の19時47分に相場解説の方をお送りしたいと思います。 FX のドル円なんですけども、私のね、これ得意分野が久々にやってきたなというところなんで、相場解説だけを今日はさせていただきますね。エントリーはしませんし、エントリーのおすすめもしません。なぜなら今日は金曜日の夜だからですね。私の苦手する時間帯だからです。ただですね、来週からどういうふうに戦略を立てていけばいいかってことが、私は今ね、はっきりと見て取ることができます。それではこの日足の方からいきましょう。日足でずっと解説しているのは、こう下がってきて、ここがきっかけになってこう上に上がってきたよと、でレンジに入ったよということですね。これ最近毎日言ってますよね。これがすごく大事なんですよ。なぜ大事かっていうと、ちょっとね、今朝の状態でしたら、こういうふうな、私フラッグを疑ってるんですよね。フラッグですよ。わかりますかね、フラッグっていうのは。フラッグっていうのはこういうふうに旗をね、武田信玄の旗みたいにこういうふうに移動してて、じゃあ次はこうなるんじゃないかって申し上げたんですけども、こうなってますよね。じゃあその後なんですよ。この入射角に対してこのまんま突き抜けていくっていうパターンもありますけども、今回それには当たらないかなと思います。なぜならこの入射角がですね、ちょっと短いんですよね。もうちょっと大きければそれはあり得るんですけども、入った方向に抜けていくってのはあり得るんですけども、まあでも 100% ではないんですけども、これはないかなというところで、こういう風に戻っていくんじゃないかなと思うんですよ。あと1回ぐらいは攻めて戻っていくかなと思いますよね。で、そうなるかどうかはこれからの時間帯で分かります。で、来週から大きく売りで取るのか、それとももしかしたらこちらの方のね、買いで取っていけるのか、それともフラッグが継続するのか、この3つの判断を月曜日あたりにできるんじゃないかなと感じているんですよね。ではですね、4時間の方を見てみましょう。今日はちょっと熱が入ってますからね、今日見れた方はラッキーです。ずーっと今まで私が言ったことが実現してるのが4時間なんですよ。こういうふうな大きな三角形、小さな三角形ってお話ししましたよね。で、大きな三角形。ね。で、小さな三角形が2個出たと。今度はどうなるのかなと。私は一つの予測しては、どんどんちっちゃくなっていってブレイクかなと思ったんですけども、ただ、ブレイクはブレイクでもですね、こういうふうになってるんですよ。これが何を意味するか。そうなんですよね。大きな三角形が3つ目ができるんじゃないかな。っていうふうに私は思えるんですよね。まあもちろんそうならない可能性もありますよ。で、今度1時間見てみます。1時間を見てみると、ここにちょっとした符号があるんですよね。こことここ、ここの力点を突破して、一旦はこの N の字を書いたような感じで上に上がっていったわけですよ。で、この N の字ってのが実はね、N の字の入社したところから出ていくところ、これの勢いが、こっちの入ってきたところが大きければ大きいほど出ていくところも大きいんですよね。ということは、まあこれがね、ある程度まで伸びていくのかなと思っていたんですけども、小さなチャートバーに変わっていったなというところも感じてるんですよ。要するにこれが勢いを失って、買いの利確が全部済んだところで、今度は売りの方に転じていくかなというふうにね、思えるところもあるんですよ。この3つの時間軸から考えるに、これから売りで取れていく可能性が大きいんじゃないかなと思ってるんですよね。さあ、もう一回これ日足を見てみましょうか。日足、こういうふうな形に見えるんですけども、完全ではないです。なぜなら右肩上がりから横ばいに変わってきたような感じの、はっきりとした右肩上がりではないんですよね。まあ、ですので私はここを右肩上がりの後にフラッグに変わってきたんじゃないかなっていうふうに見直したわけですよ。そうするとこっちから入ってきて、ちょっとここは下までいかなかったですけども、こういうふうにね、フラッグを作って、でフラッグの意味が分かんない人はこの解説聞いても分かんないと思いますよ。でフラッグってのは入ってきた方向に同じように出ていくってこともあります。もちろんね、ここで出ていくかどうか分かりませんよ。ここで出ていくかどうかはまだまだ先があって出ていくかもしれないですからね。だからロスカットを設けながらやるわけですよ。どんな時でもロスカットですね。はい、という形でございます。今日の相場解説はね、かなり来週を的確に予想したものになると思います。もちろん 100% こうなるってことはないんですけども、このシナリオ通りにいったらですね、私はですね、今年2回目の100万抜きとかが出るかもしれないですね。一発100万ですよ。今年の1月3日に400万を超えた利益を出しましたけども、今回ね、もう一回、まあ、100万って言い過ぎですね。全然言い過ぎでした。すいません。一発30万ぐらいはいきそうです、これは。昨日もね、2万取ってますからね。10.5 ピップスで。2万ちょっと取ってますんで、これはね、ちょっといけるなと思いますね。今後、ご注目でございます。